忍者650。これは、いや、あの400。400。400R じゃない方やね。R じゃない方。あの、この堀野がええわ、マークが。これ何年モデルやったっけ？これは2014。14。あ、いっぺんマッハ7、浜田がりさん。こんなん。破壊団の規模になれるよ。言うたってね、もう古いから。乗ってない。この間、カスタムピープルの取材あって、出して。うん、足長いからええな、うらやましいわ。細川さん、後でまたがって写真撮ろうよ。え、またがって写真撮ろうよ。ああ、一つ、うん、もうちょっとだけ待ってな、それも撮らせてもらうから。またがってみ、届けへん、うん、あのステップに足かけたらいいから、こっち側に。なかなか、またがり、またがり、破壊者になれるよ。ちゃうわ、美人なりになれるよ。またがって、こっち側にステップなしかけたらええよ。はい、うん、OK。 そこでいい。うん、でハンドル持って、倒れへんから。で、こっち側も足ステップかけてしまい。さあさあさあ、ええ感じ、ええ感じ。なんで旦那さん写真撮ったか知ってる？写真撮ってほしいからや。違う。そうなんや。これどこのマフラーと入ってるの？これはね、三世。あ、三世か。あんまり近い。いや、結構多い。これはついたなんだよな、最近。そう、最近です。ごめん、エンジン音聞かせてもらえる？三世の。全然ノーマルと一緒。うん。ちょうどこの間取材受けたとこやからまだ綺麗な状態で、今が一番綺麗で、今度15日発売のカスタムピープル乗るんでね、よかったらまた見といてください、はい、あれ4気筒の雑誌なんやけどね、初めて3気筒が乗るみたい。見えない、どこ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 、ノーマルでしょ。またやってください。いや、もちろんこれです。これはあのマッハの7半言って、1971年モデル。それでももう45年前です。それ綺麗なんですね。はい、まだ乗ってはるんですか？そうです、まだ現役です。人間の方はさっきやかいなんです。メカモンはね、これ45歳なんです、この子。ちょうど万博の次の年のバイクなんです。その時に買ったやつ。そう、いや、もう僕はあの20年ほど前なんですけどね、どうだろう。みんなでも、みんな45年前のバイクってみんな驚きますよ。45年前ね。7、うん。川崎が出した初めての7ですわ。もう虫が湧くと思います。気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。